ゲームを一度切りたいところですが、ここで抑えました。長いパスを狙った、センタリング、ゴールポストが動いています。大丈夫かな。小さなパスを渡して、そして赤いユニフォームが相手ゾーンに入っていく。10番の大沢、ゴール前入る。ゴールキーパーの成さんが落ち着いて足を閉じてシュートを阻んでいます。おー、入った。ここも中へ中へという形で、おっと、ああ決められてしまいました。残り30秒を切ったところでフリーブレイズ失点。その小原が相手選手をマークして、おっと高橋選手がバックハンド決まりました。レッドイーグルスに2点目が入りました。2対0です。ここをキープしながら、さあ今度は篠原浩太が走っていく。その篠原がリターンパス、右サイドからシュート、こぼれている。リバウンドを叩くことができませんでした。フェースオフはフリーブレイズが取って、おー入った。スクリーンになったんでしょうか。フリーブレイズゴールネットを揺らしました。今日はディフェンスのポイントシュートからですね、はい。ここも中島が持ち込んだバック、そして高橋誠司シュートを決まった。右から左へのパスをシュートで仕留めました。ここでイーグルスの方もメンバーを変えていきます。高井健太がチェック、正面から決められてしまいました。ゴール前スロットゾーンと呼ばれるところが空いてました。大事そうに相手にパスを渡して、そしてシュート、鮮やか。右の片道、鋭いシュートがゴールネットに突き刺さりました。さあその菊池さんのお話もありましたが、お、フリーブレイズ逆サイド走り込んでいく、入った。反撃の帽子を上げました。そのパックをフリーブレイズが止める、あっと奪われてしまいました。旗道和が待っている、止めた。まあ堅実にという形で、そうですね、はい。あっと逆サイドから、あーまた決められてしまいました。逆サイドでは久慈周平が万歳をしながら今ゴールの輪の中に入っていきました。福さんでも、まあ、まず序盤の5分というところまで来ましたけども、あー入った。フリーブレイズ反撃開始。まあ、先ほどのアシストもあったんですけど、キャプテンいい仕事してますね。そうですね、はい。小原がゴール前入っていきました。チャンス、ガーッとポストを叩いてしまいました。残りあと5分です。おっとチャンスか、シュート、押し込めるか、どうだ。ホイッスル、残りはあと4分、差は2点です。おっと、あその
全員攻撃という話がここで立ち、流れたバックを拾いに行く田中亮、ゴール前に入ってハリデージェンも守って抑えました。逆サイドへパスを通して、おー入ったキム・ユンチェのゴールです。ゴール前からのフェイスオフですが、もう時間がありません。試合終了。レッドイーグルス北海道が東北フリーブレイズ相手に7対5。 We'll be right back.